旦那さんが家事、子育てをしてくれない。やってもらったとしても、そのクオリティが低い。ちょっと手伝ったぐらいでどやる。家事は誰の仕事なのかということですね。高社長のチーム D 大学。奥さんから旦那さんに家事という仕事を渡す。この発想はやめなければなりません。ではどうすればいいかというとですね、奥さんと旦那さんの共通の目標、これが何なのか。こんな家庭にしたいよね、こういう子育てしたいよね、その共通の目標に向けて目標を達成するための役割を分担する。それがつまり任せるということなんですね。仕事を任せるというと、自分の持っている仕事を相手に渡す、相手に下ろす、そういう発想をするんではなくて、共通の目標を達成するための役割分担なんだ。それは奥さんの仕事ではなく、旦那さんの仕事でもなく、二人の共通の仕事である。この状態にならないと、うまく任せることはできないんですよね。この考え方にのっとりますと、二つ目の大前提としてですね、奥さんと旦那さんはチームになっているだろうか。チームとはまさに、奥さんと旦那さんが共通の目標を持っている状態ですよね。その共通の目標をもとに役割分担をする。例えばその共通の目標というのはどういうものかと言いますと、どんな家庭を作りたいか、どんな子育てをしたいのか、どんな人生を送りたいのか、こういったこと皆さんは語り合っていますでしょうか。こんな家庭を作りたいよね、こんな未来を作りたいよね、こういう人生を送りたいよね。だとしたらそれに向けてどういう役割分担をするか、その家庭を作るためには家事をする必要があります。それは奥さんがやるべきなのか、それとも旦那さんがやるべきなのか、この役割分担をするというスタンスが必要になってくるわけですね。もっと言うとですね、旦那さんの目指しているものに対して奥さんは共通の目標になっていますでしょうか。例えば仕事で何を成し遂げたいのか。意外と多いのはですね、旦那さんは旦那さんで自分の仕事に対しての理解がない、そんな風に思ってるケースもあると思うんですよね。休日出勤しなきゃいけなくなっちゃった、なんで約束してたじゃないとかですね、飲み会が入った、別に飲み会がしたいわけじゃないけども仕事上やらなきゃいけない、それに対してまた遅くなるの、もしかしたら旦那さんからすると頑張ってきてねとか、そういう言葉が欲しいのかもしれません。自分たちがどういう家庭であり、どういう人生があり、どういう子育てがあり、どんな成し遂げたいことがあって、だとしたら私たちはどんな夫でありたいのか、どんな妻でありたいのか、どんな父でありたいのか、どんな母でありたいのか、共通の目標があれば私たちはどういう存在であるべきなのかというのが見えてくるわけですよね。これはビジネスで仕事を任せる時も同じです。自分の部下と一緒になってどんな組織にしたいのか、どんな成果を出したいのか、どんなチームでありたいのか、だとすればどんな上司であるべきか、どんな部下であるべきなのか、この共通の目標をもとに役割分担をするというのがですね、仕事を任せる非常に大事な極意になってくるわけですよね。では具体的に何をすればいいのか、推奨ワークということで今回の学びをどう生かすか、3点でお伝えしたいと思います。1つ目は夫婦の未来について語り尽くそうと。夫婦の会話の中で未来比率がどれぐらいあるのか、これからどうしていきたいのか、この未来比率を高めていくことによって共通の目標が見えてくる。そして自分たちはどんな夫でありどんな妻であるべきなのか、この理想像は共有できていく。だとしたら2つ目、なりたい未来を実現するためにはどういう役割分担が適切なんだろうか。そして3つ目はですね、いや役割分担したらその仕事をやってもらったらですね、やはり感謝を伝えていく、目標に近づいていってる、その喜びを分かち合う、こういった姿勢が大事になってきますよね。ということでですね、この家事の役割分担というのは実は奥さんだけが頑張ってもうまくいかないんですよね。奥さんが自分の仕事をやってもらおう、そういうスタンスはうまくいかない。旦那さんが旦那さんで自ら主体的にどんな家族にしたいのか、どんな夫でありたいのか、それを描いて役割分担をしていくんだ、一緒にチームを作っていくんだ、そういう状態にならないと家事を分担することにはならない。いつまでもすれ違いが続いてしまうんですよね。なので夫婦をですね、一つのチームにしていく、こういうリーダーシップが必要になる、そういうことだと思っております。いきなりそんな状態にはならないと思うので、やはりですね、未来について語り尽くす、どんな家族にしたい、どんな人生にしたい、成し遂げたいことは何なの、こういったですね、お互いの未来に関心を持ってどうしたら共に実現していけるのか、そういったことを語っていくのがすごく大事だと思います。もしもその目指す未来があまりに違うなら、本当にその二人は一緒に生きていくべき相手なのか、それを考える上でもこの未来を語っていくというのは非常に重要なことだと思います。うまく役割分担できない時にですね、コミュニケーションをやめてしまうということが一番恐れるべきことだと思うんですね。あ、考えが合わないや、共通の理想を描いてないんだ、そんな風に諦めてしまうとですね、コミュニケーションを絶ってだんだん疎遠になっていってですね、いつか崩壊する。そうならないためにもやはり歩み寄っていく、語り尽くしていく、この姿勢が大事なんじゃないかと私は思います。
さあ、まとめということで、この言葉で締めたいと思います。任せるとは、仕事を渡すことではない。共に目指す未来に向けて、役割を分担することである。これまで任せるシリーズを散々やってきたんですけども、究極のポイントはですね、仕事を渡す、そういう発想をなくすことなんですね。仕事を渡すんではなく、共通の目標から逆算をして、役割分担をする。そういう発想でいきますと、仕事の任せ方というのがガラッと変わってくる。ぜひチャレンジしてみてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。動画が見終わる前にですね、よかったら高評価ボタンをポチッと押していただけますと大変励みになります。一言でもいいので何かコメントいただけますと今後の参考になりますし、この活動を続けていく活力になりますので、ぜひコメントをお願いいたします。そして今毎日配信頑張っておりますので、よかったらチャンネル登録をしていただきまして、見逃さないようにぜひ見守ってください。それではまたお会いしましょう。